イモータルプリズン。名前だけで言えば最強。しかし実態は使い道のない微妙な武器。簡潔に性能を述べると、毒弾に特化しすぎたライトボウガンといったところ。攻撃力は並程度あり通常弾の装填数も悪くなく、愛があれば使えなくもない程度。そこに加えローレベルの毒弾速射対応という、希少なスペックを持つ武器。というわけでね、ディアブロスを毒だけで狩ろうと思います。こちら映像をご覧ください。このように、最初はレベル1の1発で毒につけるほどの毒蓄積をしています。これをレベル1で12発、レベル2を調合分込みで22発撃ち、毒付けにして狩猟できるか、というのが今回の動画内容です。というわけでね、絶対します。毒だけで倒す以上、わざわざ対面する理由ないですからね。毒が終わるまでエリア外で他のことして暇つぶししてます。不滅の牢獄とは思えないほどに雑な狩りですが知ったことではありません。積みゲー消化しながら撮影させろ。ちなみに、トライGのディアは毒の効果時間が80秒と非常に長いです。その分ダメージも非常に大きいですが、さらに、毒弾が肉質虫といえどそこまで大きなダメージとはならないため、ほぼ怒りになることはありません。そのため、安全に狩ることはできると言えるでしょう。まあ毒弾だけはさすがに極端ですが、ここいらでアイテム紹介。今回の所持弾丸は毒弾のみ、毒煙は蓄積地がゴミカスなのでなし。そんじゃここからはハイペースでいきますが、毒弾速射、かなりレートが遅くて当てにくいかなって思ったんですけど、怒りにする必要がない分ディアの動きも遅くて当てやすいですわ。その上、音爆弾がほぼ常時有効なので画面から目を離さなければ被弾がほぼないんですね。ソシャゲとか質疲れるのはローポイント。そんなことするくらいならさっさと買って飛んでやる派だけど。アンダーてめえ。というわけで最後の毒になりました。毒弾だけで怒りになる程度まで体力削れているようですし捕獲してみましょうか。ダメみたいですね。というわけでね、爆弾を5個に増やして再装してきました。対戦ありがとうございました。個体差はあれど爆弾5個と毒弾33発で終了。こういった狩り方もあるってことで、まあ普段からこんなかったるいことやる気にはなりませんが、弾の息抜きとしてはいかがでしょうかってことでおしまい。ご視聴ありがとうございました。